海岸通りのデュラスへ。生涯の最後に欲しい愛の物語。フランスへの初めての旅、それは彼らの軌跡をたどる旅だった。マルグリット・デュラスと彼女の最後の恋人ヤン・アンドレア・シュタイナーと、2012年夏、私はアーティストとしての挫折とともに、さらに別の挫折の最中にあった。すなわち愛の挫折の。愛とは掛け心地の良いソファーのようなものであるべきだと思っていた。デザインは多少問われ、ゆっくり休めることが大事だ。私が少しの間体を休めたいと思ったこのソファーは最悪で、身を沈めた途端に底が抜けたのだ。あんなに疲れ果てた後で、あんなに失望した後で、なおもこれほどまでに苦しむことができるなんて。悲しみのせいで体がおかしくなった。痛い、苦しい、息ができない、喪失という病だった。苦しみからただ逃れたくて、プールに通ってはひたすら泳ぎ続けた。無心に泳ぎ続けるうち、彼の顔や肉体は次第に透明になって私から剥がれ去ってゆき、愛の意でそのものと向き合い始めた。底行くにつれて深まる水の青みと、光の描くゆらゆらとした波模様を眺めて考えた。史上の愛の形について、生涯の最後に欲しい愛の物語について、そして新しい通説さを持ってデュラスについて。リアルな人生の中で愛のイデーというものを最もよく体現しているのは、私にとって常にマルグリット・デュラスとヤン・アンドレアだった。ヤンはデュラスより38歳年下の彼女の最後の愛人で、1980年から1996年、彼女が81歳で亡くなる時まで彼女と暮らし、公私にわたって支え続けた。かのラマンもその中で生まれた。それが事実だ。その間、すべてが完璧ではなかったとしても、愛するということを知っている女は数多くいる。だがそれを本当に知っている男は滅多といない。私にとってヤンはそういう男の稀有な例だった。地上にあのような愛が存在し得たということが星であり奇跡だった。こうして彼らへの思いが私をこの国へ最初に導いたのだった。2012年5月、それは彼らの生きた時間を遡る巡礼の旅となった。そしてこの地で私は愛のイマージュの源流を見出すことになるだろう。初めてのパリで宿したのはサンマルタン運河の近くのジュールフェリー、それからオペラ座前から95番バスに乗り、白とピンクのマロニエが花盛りのサンジェルマンデプレ、そのすぐ裏、サンボノワ通りにジュラスが亡くなるまで住んでいたバルトマンがある。見上げると映画で見たのと同じ屋根が連なり、同じ雲の浮かぶ澄んだ空。みんな楽しそうにカフェで談笑している中、思わず涙がこみ上げてきた。
パリではそれから子供の頃からの夢を全部叶えた。セーヌの岸を歩き、宝石箱のようなノートルダムを眺め、塔に登って有名なグルゴイを一匹ずつ見て回る。バトビスに乗り、セーヌを航行し、アレクサンドル三世橋を渡る。モンマルトルを散歩する。ギュスタフ・モロー美術館へ行く。素晴らしい経験だった。文字通り新しい地平が開けたのだった。甲板で風に吹かれて飛沫を上げる鉱石と流れゆく両岸の景色を眺めていると、新しい印象と光に全てを忘れた。パリで数日を過ごした後、北部ヌルマンディへ。サンラザール駅から揺られること2時間、北端の港町トゥルービルに到着する。不思議なパステルカラーの海、潮風に吹きなぶられながらどこまでも歩いた。雲の移りゆくにつれて光の調子が万華鏡のように変わる。ここにジュラスが長く住んでいたロッシュノワールがある。2日間海辺で過ごすならトゥルービルがいい。ここに滞在したことがあるプルーストの言葉だ。浜辺を歩きながら2人の歴史を思った。ヤンが初めてジュラスの本に出会ってから、当時彼が住んでいたカンの映画館で彼女の映画が上映されることになって、彼女がゲストに呼ばれ、そこで初めて2人が会うまでにすでに数年間。当時ヤンは大学生、ジュラスはすでに60歳だ。それからさらに5年間ヤンは彼女に手紙を書き続ける。毎日のように、時には一日に数度も。決して返事が来ないのに。そして1980年夏のその日、死を覚悟したヤンがジュラスの住んでいたトゥルービルのロッシュノワールへ乗り込んでいく。死ぬ前にあなたにお会いしたかったのです。それから16年間、彼女の死まで彼はその元を離れなかった。歩くうち風が冷たくなってきた。町へ戻って観光パンフレットで見つけた店で、ノルマンディ風ガレットとシードル。まだ人も少ない5月の初めだった。明かりの瞬き出すハイストリート。夕闇迫る海辺へもう一度降りてみた。彼方のオンフルール、クリスタルの輝き。朝の浜辺をまた歩く。静か。雲に覆われた空。カモメ。足元で砂が崩れ流れ去り、
貝殻のかけらを残して引いてゆく。海岸通りを町へ戻れば不当のフィッシュマーケット。この日はドービルからバスに乗ってカウンへ。ヤン・アンドレアがバスに乗ってトゥラスに会いに来た道を逆からたどってみた。1時間ほどの道のり、海沿いの道や麦畑を抜け、カブール、ブルガットを過ぎてカーンへ。自転に乗ってカーンの街中を行く。ヤンはこの街で大学院生だった。カーンを歩くならここで降りるのがいいと乗り合わせたイタリア人が教えてくれた。街の真ん中の城址と教会とハイストリート、大学の構内や住宅地のショッピングモールも少し歩いてみた。歩きながらヤンの愛について考えた。彼女のあらゆる気まぐれ、暴言、独裁と先生に耐え、アル中での入院、錯乱、死に至るまで支え続けたその愛について。彼が持ちこたえられたのはなぜだろう。考えるほどあの二人の愛を築いてきた時間の厚みに思いを馳せる。彼女への愛がすぐに受け入れられていたら、最初の喧嘩で彼女を去ってしまっていたかもしれない。自ら選び取って費やしてきた年月とかけてきたエネルギーの大きさのゆえに、彼は踏みとどまったのではないか。彼女のもとにたどり着くまでの長い旅の中で、彼女の存在は彼の中で生きることと同義なまでに侵害していたのだ。強固なものを築くには時間がかかる。関係を築くために時間を惜しんではいけないのだ。体は年老い、死に近づいていくとしても。旅の続きは8月。この時は早朝に着く便で、パリの夜景を初めて空の上から見た。本当に綺麗。宝石箱をぶちまけたよう。通りを抜けてセーヌへ。水の表もまだ静か。差し染めた朝日にバラ色に染まるコンシェルジェリー、懐かしい。河岸沿いをぶらぶら歩き、ノートルダムへ。やっぱり最初にここに来なくては。いつも人であふれ返っている広場もこの時間は静か。再びサンラザール駅へ。ここからノルマンディの旅の続き。今回はシェルブール近郊を少し回った後、ずっと前から行きたかったブルターニュへ。リゾン、ドルド・ブルターニュで取り替えて、ディナン、サンマロ、ブレスト、カンペール、コンカルノ、ポンテヴァン、レン。駆け足だがぐるりと大きく回った。中でもぜひとも訪ねたかったのがギャンガン。ジュラスをめぐる旅の続き。この町でヤン・アンドレアが生まれた。至高の愛の物語。そのかけらを最初に紡ぎ出した町がブルターニュの懐深くにひっそりと息づく。土曜の朝の位置、ドラゴンに支えられた広場の噴水、色とりどりの野菜や果物やコアフをつけたおばあちゃんたちの絵はがき。摩天楼を築くより、月に行くよりずっと偉大なこと、愛するということを成し遂げた。ここがその男の生まれた町だ。ヤンが不思議なくらい手ぶらでフリーで
何も背負っていなくて、完璧にジュラスのためだけに生きることができたこと、それは奇跡だったと思う。彼の母親はパートナーと幸せにやっていて、肝心な時に倒れて彼を煩わせたりしなかった。周りの他の誰も。彼をその愛から妨げたのは、せいぜいほんの少しのプライドに過ぎなかった。誰かを愛するということは、その人のために生きて死ぬということだ。それ以外のすべて、親兄弟友達も全部捨てる覚悟を持つということだ。親にも妹にも電話することないわ。だって私がいるのだし。デュラスは平気で究極を体現する。人里離れたトゥルービルの館に彼を閉じ込め、彼のすべてを独占する。ヤンは屈した。屈することができるというのも一つの力だ。束縛も嫉妬もすべて受け入れることのできる強さを彼は持っていた。それが愛というものだと当然のことだと思ってきた。だからひとたび家族にことが起こるや、これは俺がやらなくちゃいけないことだと迷いなく去っていった彼にびっくりした。私を愛したということは、これから生きる人生のすべてを私に捧げたということなのだ。もう君の命は君のものじゃない。何を勝手に私以外のものに捧げようとしているの？君にはわからなかったのだろうか。それは私から奪うことだということが。絶望の淵で考え続けた。どうしたらよかったのだろう、君は。あんな状況にあって、それでも私を愛することを諦めないにはどうしたらよかったのだろう。あ、そうか。ジュラスもかつて似たような状況を経験していたっけ。人種や階級の違いのために引き裂かれることになったラマンのあの華僑の青年、あの時がそうだった。でもやっぱり君と同じ。彼が愛を貫けなかったのは周囲のせいだけではなく、彼自身の弱さでもあって、だから結局どうにもならなかったのだ。もしかしたらデュラスもあの愛人との関係を邪魔者のない状態で再現できたらとずっと心の底で願っていて、ヤンはその途方もない夢の具現だったのかも。ラマンの青年と出会った時のデュラスは15歳、ヤンと暮らし始めたのは65歳、そしてデュラスに出会った時の2人の年齢はどちらも27歳なの。半世紀の時を経て、彼女は若き日の夢を完全な形で取り戻したのかもしれない。そんな途方もないことがどうやって可能だったのだろう。考えて今更のように気づく。彼女はただ仕事し続けたのだ。ひたすら自分を表現し続けた。作家として、また映画作家として。それはオンフルールの灯台の発する光のように、暗い海に向かって孤独な信号を発し続け、半世紀の地のある日、一人のソウルメイトの心に届く。完璧な愛を手に入れることが目的だったのではない。それは結果に過ぎなかった。自分の魂の面倒は自分で見なくてはいけないんだ。誰にも明け渡したりしてはいけない。とっくに分かっていたはずなのに、この5年間走り続けてきて、あまりに疲れ果てて忘れていた。私も自分の仕事を再開しなくては。6日目の夕方、パリに戻ってきた。
ブルターニュからの TGV モンパルナス駅。まだ明るかったのでセーヌへ向かってゆっくり歩いてみた。夜空のサンジェルマンデプレ、界隈のカフェに明かりが瞬き出す。独特な華やぎ、立ち去りがたい思いをさせる。セーヌは夜、誰も彼もが外を歩き、光の洪水の中、川も滑りゆく甲板から手を振って歓声を上げる。この街は一年中、毎日が祭り。75番バスを待つ。最後の夜、オベルカンフの近くの居心地のいい小さな店でミント水を飲みながら、愛されるということを思った。愛されるということはシャネルよりダイヤモンドよりさらに得難い。ジュラスはそれを得た女だった。時間をかけすぎるほどかけて、共に暮らすようになってからもどこかで距離を置いていた。なかなか心を許そうとはしなかった。それまでの月日が彼女に教えたのだろう。結局最後まで言ってくれる相手なのだから、そんな無駄なエネルギーを使うこともなかったのにと思っていたけれど、愛というものはなくてもやっていけるときに初めて手に入るらしい。ここに最大のアイロニーが。死ぬまで16年間。結果的にそうだっただけで、その間は常に不安定で保証のない関係だった。悪口造語を投げ、あらゆる禁句を並べ、わがまま放題に振る舞いながらも、彼女は常に覚悟していた。あれほど時間を積み重ねたにもかかわらず、彼女は常にヤンを失うことを覚悟していた。決して魂の最後の一かけらまで彼に明け渡してしまいはしなかった。最後の瞬間まで。だからあんなに強かったのだし、あんなに全てを手に入れたのだ。私もあんな風にやりたい。もうこれ以上失ったものに執着しないと心に決めた。頑張って報われなかったことに執着しない。次にどうするか考えなくては。次に叩くべき扉を見つけなくてはいけない。できることならこの街で、これまでの挫折と苦しみが私を導いてたどり着いたこの街。2012年夏の終わり、あの朝、サンマルタの近く、短い滞在の間にすでに馴染みのカフェとなったシェジャンのテーブル。通りを行き交う人々を眺め、歩道の脇にはもう落ち葉が舞う。次の飛行機で日本へ帰らなくてはならなかった。通りを行き交う人々を眺め、私は心に誓った。必ずこの街へ戻ってくると。
ここで私は新しい道を切り開いて、新しい季節を生き直すのだと。こうして私は今もパリに住み、この街の片隅でなすべき仕事を続けている。あといくつの作品を生み出せるとしても、あといくつの困難に出くわすとしても、私はただまだ走り続けなくてはならない。ジュラスのように生涯の最後の欲しい愛の物語が私を待っているとしても、いないとしても、